ドコムスっていうゲーム実況者がいるんですけど、一説によると、女児向けのゲームで注目されたらしいんですけど、何が面白いんですかね <laughs> っていうか、僕、あの人、巨大劇だと思うんですよ。<laughs> めっちゃディスられた。これさ、面白そうじゃねおしゃべりひろゆきメーカー。AI 技術を使って、ひろゆきさんに適当なこと言わせれるやつなの。で大丈夫なのかなと思ったんだけど、これ普通に、 あの、ひろゆきさん公認なんだよね。<laughs> ひろゆき氏コメントあんの手柔らかにお願いします。なんかさ、なんか言わせんハイ、はい、プラシーボ言わせてみるなんか。ハイプラシーボ言うのかなはいプラシーボ。はい、それってあなたのプラシーボですよね言わしめば。それってあなたのプラシーボですよね これマジ面白すぎるでしょこのゲームゲームじゃねえか別に知らないと思うんですけど金玉鍵って馬がいるんですよねこの馬は実はすごい馬で光の速さより速く走れるらしいんですよね <laughs> 金玉 NG ワードらしいひろゆきさん金玉 NG だっていや金玉じゃなくて金玉鍵なのにキャン玉ならいけるかな <laughs> キャンタマもダメなんだ <laughs>。うわー、抜け道も塞がれてる <laughs> え。え、キン、玉なら言えんのちょっと待って。知らないと思うんですけど、キンタマアミっていう馬がいるんですよ。<laughs> この馬が実はすごい馬で、光の速さより早く走げるらしいんですよね。<laughs> マジで言ってそうでおもろいんだけど <laughs>。お詫びしてお詫び申し上げますよ、しみばちゃん。 お詫びして、お詫び申し上げます。喋 <laughs> えずっと遊べる。なんか、言わなそうなこと言わしたよね、やっぱね。あの、ムーミンを5体集めて合体させて、巨大なムーミンキングムーミンを作りたいんですよ。<laughs> あの、ムーミンを5体集めて合体させて、巨大なムーミンキングムーミンを作りたいんですよ。<laughs> 癖になってんだ、男殺して歩くの。<laughs> じゃあ、ひろゆき風に言いますよ。癖になってるんですよね。男殺して歩くの。普通そうですよね。<laughs> <laughs> あ、ジョジョの名言言いますよ、じゃあ。さすがでよ。俺たちにできないことを平然とやってのける。そこに仕入れる。焦がれる。<laughs> ちょっと違う。<laughs> 思ってた感じじゃね。ね <laughs>、無駄無駄言わしてみよう。 無駄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 さ無駄のやつだこれ無駄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 はい言いましたってやつじゃんこれ明日もきっといいことあるよねハム太郎にしよう明日もきっといいことあるよねハム太郎 <laughs> 最後こっち向くのめっちゃいいななんか私多きっといいことあるよねハブ太郎 <laughs> <laughs> こっち見んなひろゆき公文っぽいのが面白いよねなんとかなんですけどなんとかなんですよねみたいな感じの方がいいんだよな街で噂になってるラブとベリーっていうの子女の子がいるんですけど 街で噂になってるラブとベリーっていう女の子がいるんですけど、ダンスとオシャレが大好きらしいんですよね。実は、心に響くリズムが大事で、結局、渋谷ではンコが待ってるらしいんですよ。<laughs> あ,あ、ちょね、これ、これも出そう。これ欲しい、これ。これ最後、出そう。結局、渋谷ではンコが待ってるらしいんですよ。まあ、僕は大とかや川野にいるんですけどね。<laughs> 赤羽言わねえのかよ。じゃ赤羽も入れて。 赤羽赤羽開かないでしょ結局渋谷でワンコが待ってるらしいんですよまあ僕は大都会やカバネにいるんですけどねワンコがもうちょっとうまく言わせたよね渋谷でカタカナにしたら変わるかなこれ結局渋谷でワンコが待ってるらしいん僕は大都会赤羽にいるんですけどねうわ赤羽になっちまった 赤羽はカタカナだな、じゃあ。これ、苦闘点クシスの大事だな、このゲーム。街で噂になってるラブとベリーっていう女の子がいるんですけど、ダンスとオシャレが大好きらしいんですよね。実は、心に響くリズムが大事で、結局、渋谷でワンコが待ってるらしいんですよ。<laughs> まあ、僕は大都会赤羽にいるんですけどね。<laughs> やったー <laughs> やったー これちゃんと言わせれるとめっちゃ達成感あるなぁ。<laughs> 実は心に響くリズムが大事でとかめっちゃいいよね。<laughs> 俺もあそこ大好きなんだけど。<laughs> 実は心に響くリズムが大事で、めっちゃよくない <laughs> これでやめようと思ったけど面白くなってきちゃったな。他のなんか言わしてえなゲームのセリフあのか、僕の彼女っていうかっていうくだりあるやん。うん、あれ増やしてくじゃあ。あれ増やしてかん僕の彼女というかみたいなやつあるじゃん。サイ君というかみたいなやつ。 僕の彼女というか妻というかサイくというかサイモンというかサーモンというかスイ君というか奥さんというか僕君というか北斎というかワイフなんですけど実は存在しないらしいですよねどう僕の彼女というか妻というかサイくんというかサイモンというかスイ君というか奥さんというか僕君というか北斎というかワイフなんですけど実は存在しないらしいですよね <laughs> そでめっちゃいいふんで存在しないのめっちゃいいな。しかも人ごとな感じよくない実は存在しないらしいですよね。ちょ、もう一回聞いて面白かったから。僕の彼女というか、妻というか、サイくんというか、サイモンというか、サーモンというか、スイくんというか、奥さんというか、僕くんというか、北斎というか、ワイクなんですけど、実は存在しないらしいですよね。<laughs> あの、えっと、ルフィが、 これ僕海賊王になろうと思ってるんですけどルフィというか麦わらというかモノボムというか新世代がちょっと強すぎると思うんですよね僕の悪魔のみ食べてもいいんですけど海で泳ぐのとか好きなんでちょっとリスク高すぎると思うんですよ <laughs> <laughs> やめらんないんだけどこのゲームやばい <laughs> 俺ずっとやっちゃう <laughs> ドゴムスっていうゲーム実況者がいるんですけどじゃあドコムスの説明書ひろゆきさんに行ってもらおうか ドコムスってゲーム実況者がいるんですけど、89歳で最高齢らしいんですよね。密接によると、女子向けのゲームで、注目されたらしいんですけど、何が面白いんですかね <laughs> あの人、巨幻癖だと思うんですよ <laughs>。まあ、せいぜい頑張ってください。ドコムスっていうゲーム実況者がいるんですけど、 89歳で最高齢らしいんですよね。でも、たまに7歳になるんですよ。<laughs> 一説によると、女児向けのデームで注目されたらしいんですけど、何が面白いんですかね <laughs> <laughs> っていうか、僕、あの人、巨大劇だと思うんですよ、ね。<laughs> まあ、ぜい,ぜい頑張ってください。<laughs> めっちゃディスられた。めっちゃディスられたし、確かにドコムスのイントネーション謎に正しいんだよね。 ちょっともうこれそろそろやめるわあのなんだろうトイレ行くのやめてもらっていいですかだけ最後聞こ,聞こうかあのなんだろうトイレ行くのやめてもらっていいですか作った人マジで分かってるわ世の中の <laughs> 世の中の需要 <laughs> これやりたい人めっちゃいるでしょこれ <laughs> すごい。でも、ひろゆきさんがこんなさ、世の中に浸透したのがマジで面白いよな。そういう人じゃなかったよ、ね。多分ね、この人ね。僕で遊ぶのやめてもらっていいですかでも本人が楽しんだからね。お手柔らかい。<laughs> めちゃくちゃ、お手柔らかじゃなく遊んじゃった。許しますって最後言いますよ。許しますよ。<laughs> 許してもらえた。やった。ちょっと、京一郎みたいな感じで許しませんもん。 許しませんちょっと泣きそうな。<笑><笑>ちょっと泣きそうなんだよな、さっきから。許しますも許しませんも。許しません。ちょい泣きそうなんですよね。なんか、ともこりに近い面白さあったな。でもやっぱさ、こんなさ、自分の声でさ、好きかって言わされるの嫌な人もいると思うんだけどさ、楽しんじゃうってうか、容認するのがひろゆきさんっぽくていいよね。やっぱ、2チャンネル作ったぐらいの人だからさ。 それぐらいあ別にいいっすよみたいな感じなんだろうね多分ね。